皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今月は県立高校の合同説明会に参加して、公立高校もいろいろ変化しているんだな、こんなことを感じています。そんな中で掛川工業高校の学科の改編が行われる、このような発表がありました。掛川工業高校がカリキュラムの見直しを行って、2024年度から5学科を4学科に改編するそうです。内容は環境設備科、これが建築設備工学科になって、建築設備について学ぶ科目を新しく設けて、大学進学、これに対応できるカリキュラムを組む予定です。電子機械科、電子電気科は統合して電気電子工学科、これが名称になります。情報技術科は情報工学科、機械科は機械工学科、このように名称が変わります。5学科から4学科に変わることで、多分定員も40名減るんじゃないかな、こんな予想をしています。それから学校裁量枠が発表されています。裁量枠の1は体育的活動、スポーツですね。で 10% 程度取るそうです。部活はサッカーとバレーボール、このようになっています。裁量枠の2、これは中学校における学習で 40% 程度、9教科の学習成績によって、裁量枠取るそうです。合計で裁量枠 50%、 定員の半分が裁量枠ということになっています。今回は掛川工業高校の学科の改編についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。